遠藤がミスマッチをついて、おっとちょっとボールが合わないが、リバウンドフォトゥー、セカンドチャンスを決めていきました。今度は藤永、速い攻め。そしてダンカン、スリーは打てませんか。あ、ここで打ってきた。ディフェンスを下げてのスリーでした。ワイドオープンでしたね。比江島、そしてフォトゥー、フィーラー、フィーラー、秋田が富樫選手にドライブをさせるっていうディフェンスをしてたんですよね。メイクドライブってやつですよね。それで確率を落とすというディフェンスをしていたんですが、宇都宮はというふうに、おー、比江島、まあ、このシーン見てみましょう。はい、これファールなってもおかしくないな。左手のボード使って佐藤選手抱えながら、うわ、比江島とエドワーズ、ホトゥ、逆サイドにスコット、ホトゥ、スコット、スミスがついています。4秒3秒、ホトゥ、第2クォーター終わります。比江島アタック、アタック、フォトゥに合わせる。今日はブレックスはどちらかというとスリーは絶対やらせないというディフェンスだと思うので、ああいうレイアップでリズムつかみたい。比江島やり返した。オフェンスが見られるようになったかと思ったんですが、この比江島のことのスレアップ、千葉ボール動いてきましたね。シンプルにインサイドアタック、ただ、イカルガがやり返します。渡辺、フォトゥ、パラファールなし、ふわっと送り込んで、フォトゥ、千葉はファールが我慢している。この後、ああそうですね、ラインを割ろうとしたんですが、キックアウト、エクストラパス、原、ディフェンス下げて打ってきた。これですよね。フォトゥのハイピックを使って、おー、いいヘルプに行った赤穂。ただ前に行く比江島、窮屈な体勢、竹内ここで仕事した。セカンドチャンスを決めてきました。渡辺、7秒6秒、フォトゥ、おー、スミス前、2対2ですが、スミス、原がアタックして、そしてダンカン、いいボールの回し方、ダンカンの前、守ったムーニー、そして長いパスいった赤穂、いいランニングでしたね、赤穂選手。あとは富樫勇樹でいいですね。はい、比江島、うわー、 S 字カーブ、ステップする。これが10点差以内に来てオフィシャルタイムアウトということになると、ゲームは分からなくなってきます。ただ比江島、素晴らしい、このワンオンワンですよね。もう抱えながらチェンジオフェンス、アンクルブレイクも膝がまあ崩れ落ちる、体勢崩れ落ちる、赤穂が完全にやられてしまったという、もう少しでしたね、佐藤選手。はい、イカルガ、遠藤、そしてスコット、ホトゥ、比江島バック。宇都宮は 3NG っていうディフェンスですので、放り込んでエドワーズ、おー、なんか印象ディフェンス、ただ裏が開いてスコット、おー、イカルガとホトゥ、生かした、スコット。トガシが個人技でこうアタックしてという攻撃がついているんですが、スコット走ってる。エドワーズのキックから。エンドワンです。ダンカンでした。イカルガのファール4つ目。スリー打ってきます。きたー、ステップバックスリー。もう残り時間とショットクロックが一緒です。これは決まりませんでした。イカルガは、あ、行きますか。フィーラーで100点達成で、残り5
秒です。試合終了。宇都宮ブレックス100点ゲーム。